2年連続で待機児童がゼロになったというのはとても喜ばしいなというふうに思っていますこれは今日の定例会見で郡仙台市長が発表したものです先月1日現在、保育施設に入れない待機児童は0人で2年連続でゼロとなりました一方、特定の保育所を希望するなど入所を保留している いわゆる隠れ待機児童は539人いて、去年より111人多くなりました。希望する保育施設等に入所できずに、入所保留となっているお子さんがいまだ数多くいらっしゃいます。これは重く受け止めております。また、仙台市内にある保育所など421カ所のうち226カ所に 合わせて1,475人分の空きがある状態で、希望者と受け入れ体制のミスマッチも生じています。市では、入所の申し込みが増えたことが1つの要因と分析していて、1人でも多く希望する保育施設に入れるよう、保育サービス相談員による働きかけなど、きめ細かに対応したいとしています。